はい、皆さんこんにちは。本日紹介するアクセサリーはこちらになります。ペン。ペン、これただのペンじゃありません。もう皆さんわかるかな、こうやって見てる、見せれば。こっちが iPhone とか iPad のタッチペンになって、こっちが紙に書くボールペンになってるというペン。これなんて読むの、スマジンって読むのかな、かな。スタイラスとペン紹介していきたいと思います、はい、まずはペン行こうか。ボールペン、ボールペン赤色、うん、赤とね、黒の2色なんですよ。で、私ね、一番最初に持った時に、うん、ちょっと短くて書きづらいかなって思ったんですよ。ほう。まあ私のボールペンの持ち方が違うっていうことはさておきなんかね、ここよく見るとくぼみがあるの分かる、はいはいはい、このくぼみがあるおかげで普通に書ける。これでもさ、黒と赤あるってことでビジネスマンはちょっと嬉しいよね。いいですね。ちょっとさ、こういうところに書けるとか、うんうんうん、パッと出して赤でこうやって修正するとかさ、うん、そういう使い方ができるのかなと思います。あとこういうね、クリップになってるんで、うん、こういうところにつけれんじゃん、うん、嬉しいよねっていうボールペンと、もう一つタッチペン。さあ、書き味はどうなのかな。うん、ちょっとね、ブレーキは強いかなって感じもするんだけど、しっかりと文字を書きたいという人にはおすすめです、うん、まあ、ボールペンと一緒ってことで、うん、PDF とかにマーキングするだけとか、うんうん、チェックつけたりとか、そう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 、それ用かなって感じですね。なるほど、はい、というアクセサリーになっております。はい、ボールペンとね、タッチペン、スタイラス、はい、2つくっついております。まあ、ビジネスマンかな、主にね、うんうん、使ってみてください。